はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。わらしです。今回もムソオロチスアルティメットじゃねえや、ムソオロチ3 アルティメットやっていきたいと思います。2とね、並行してやってるから、本当に間違える。で、今回第1章、見知らぬ敵やっていきましょう。本田忠勝、井伊直虎、井伊直政。彼らは、羽柴軍と戦うべく小牧山に向かう途中、濃霧に包まれる、はい、霧が晴れるとそこは見知らぬ世界だった。見知らぬ世界だった。困惑する徳川の精鋭たち、そこに中国の三国時代の鬼神呂布が現れ襲いかかる。なんとか呂布を退けたが、彼らの疑念は増すばかりであった。あった。ここはどこなのか、主や他の将の行方は、そしてあの呂布という男の凄まじい力の正体とは。答えも出ぬまま彼らは新たな敵と遭遇する。本当に、あ、誰かいるみたいです。うん、うん、戦の準備を進めているようですね。はい、あの旗印、見覚えのない軍勢です。嫌な予感はしますが、どうします？黙って見ていたところで状況は変わらぬ。十分に注意しつつ接触を図るしかなかろう。わかりました。早速近くの方に声をかけてみますね。あ、ですね、このゲームは初見プレイではございませんので、分かっていらっしゃる方は分かってると思いますけども、よろしくお願いします。ストーリーは1年ぶりぐらいですね。で、前まではインフィニットモードのライブ配信をしてたんですけど、ストーリーは久しぶりって感じです。で、今回は武将も、ナオトラとナオマサでいきます。軍団情報はナオマサ、ナオマサでに敵がこの5軍ですね、相手はね。行きます。すみません。誰だ貴様ら、義軍だな。前、本体にこのことを伝えよう。我らは義軍を食い止める。先ほどとは違う軍勢のようだ。で、経験値が確かね、ただ全員分まんべんなくバランスですね。経験値振られるので、今のは先遣隊、じきに本体が来るはず。だからこのキャラオンリー使っても全体に聞くとしましょう。ちゃんと経験値がメンバー分入ったので、どちらかというと私たち敵じゃありません。使いにくいキャラを使わなくても一人使いやすいキャラで、彼の話は通じないようです。もっと上の者と会わなければ。戦術ね、はい、6分以内にね、敵武将を撃破せよ。これがまたね、難易度が高くて最初はね、難しかったですね。忠勝がね、最初使えるってのがあって、あ、かわいい。はい、神器ですね、これが。これが強いんだわ。ハルパーっていう神器があるんですけど、あれがすごい使いやすくて、使いやすいというか使い勝手で、こう敵を集めるっていうのが神器強いんですよね。敵を集めれる神器が強くて、はい、これも分かってるんで、はい、さて、どうや、敵はあれ、あ、来た、こうやって持たなかった。はい、何をしました。ただですね、妙なことが多いの。何をしました。まあいいです、とにかく、はい、先に進みましょう。そう、ここでね、武将をね、6人倒したんで、とりあえずこいつ落として、この武器直した真理。どうやら他の使い方もできそうです。オッケー、こういうシーンですね。まるで
まあ、その武器にそんな使い方があるなんて。ボボスヒット数の威力が突撃せよ。規制を上げて攻めかかるのだ。で、乗馬し、はい、ここで上手い、まい便利よね。ここでピーって呼ばなくても勝手に上手いですから。戦は知略でするもの、はい、思い知るがよい。で、ナオトラは切り割る。ごめんなさい、覚悟この手、はい、構わない。強者とまみえるは誉れ。来い。ナオトラはテクニックだからこう影技が使えます。まあ、ワンダータイプ。レレ、前方に義軍が現れたとのこと。義軍は予想よりも早いな。さすがは義の先鋒、侮れませんね。あと武将は、私たちもすぐに出陣の準備を。6人倒した。あと1人か。義の先鋒だな。じゃあ兵8人。思ったより少ないが油断はしない。太陽が槍にかけ、北へ水流。ちょっと偉い人みたいですけど、やっぱり話を聞いてくれる雰囲気じゃないです。水産エイトレス5体撃破で、あとは義軍の迎撃に向かう途中、妙な霧に包まれたと思った。彼らと遭遇しました。ですが義の隠乱部隊にしたら、どうも様子が変です。ちょっと一回待ってねて。義軍か、孫権様のもとへは行かせぬ。堂々たる異常だ。ロボトの特撮ヒーロー、戦すとのと互角か。それ以上こんなあ観察している場合ではないの。我らはその孫権殿に用がある。押し通るぞ。固有真実で100体以上です。オッケー。ちょっと集めて。ですが、でちょっと義にあんな将がいたでしょ。これで。ごめんなさい。はいよ。覚悟。ヒット数が高い。終わるんですね。まあ、今から始めるかなとかね、気をつければいいね。やってみるといいよ。楽しいから。このゲーム結構やり込んでるけど、まあ、久々に本当にやりたくなるぐらい。あるよね。ゲームあるあるだよ。兵八これにあり。せえ。コンボはちょっといいですね。ここで。トゥ。いい。太陽が槍にかけ、来たれセール。なおまたい、生産。それがしにはまだなすべきことがある。さあ、ここは一緒。兵法ね。武器変わってるんですよね。フラ、まあ、なんだ派手に暴れて困ったわね。フラフープ。でもこれ以上はさせないわ。なんか円形の剣みたいなのを使ってます。孫将校が使ってそう、使ってる。じゃなくて、まあ、悪い武器を使ってる。押しております。あと真実で300体以上か。タタタン。あいがないでもろて。強いね。これ以上の無茶はしないわ。あなたはこの軍の指揮を取っている方ですか。我らは敵ではない。即刻矛を押さえ、話を聞いてもらえぬか。その言葉信じるとだ。まあ、兵八これにあり。これぐらい、よし、これでいくんじゃないですか。OK でいい。はい、真珠潰しね。
あれ潰れた？あ、いね、いるわ。これでフィニッシュだよな。フリか？ごめんなさい。こんな真似をしてすみません。かっこいい。でも私たちここがどこなのか聞きたいだけなんです。はい、それはどういう、どういう意味です。こういう意味。リクソン、もうよい。そのものら確かにギグンには見える。話を聞こう。私は孫厨房、はい、うん、孫家の長として皆を率いている。葬儀が進行してきたとの報を受け迎撃に出たところ、妙な霧に包まれてな。ようやく晴れたと思ったらお前たちがいたのだ。妙な霧、我らも同じだ。小牧に参陣する途中、霧で道を見失い、気づけば見たこともない敵に取り囲まれていた。しかし孫厨房、孫権だと知ってるのか。それに孫権、早期、あなたの話が本当だとすれば、俺たちは生きる時代も場所も違うはずだ。当時戦国時代の人たち、それは妙だな。どういうことでしょう。当時戦国時代の人たちってこういうなんか三国志とかっていうのは知ってたのかね。どうなんでしょうね、史実上。なんか資料とか、なんか毛利元就がさ、なんかかの有名な曹操とかなったらとか言いよったじゃないですか。結構オタクじゃないですか、そういうの毛利って。だからどうなんかな、実際の歴史ではこういう三国志っていうのは戦国時代も知ってたのかな。どうなんですかね。異なる時代場所の人間が同じ場所に集うなど本来ありえません。しかし今それが起こっている。本当に詳しくないのでこういうのはよろしくお願いします。私たちは妙な事態に巻き込まれたようですね。だが原因も事情も全く見えぬ。まさに霧の中をさまようが如くだ。話も聞かず戦いを仕掛けておいてすまぬが、これよりは協力して事態の解明に当たらぬか。願ってもない申し出だ。よろしく頼む、孫権殿。 MB 中はね、話そうか話すまいかちょっと考えたんですけど、まあ、話せるときは話すみたいな感じで、まあ、基本的にはまあせっかくこうムービー聞いてちょっと興味を持ってもらいたいのであんまり話したくはないんですけども、まあ、ムービー中は喋るかもしれないですね、はい、よろしくお願いします、はい、陸白炎、全力で戦いましょう。はい、陸ソンが加入。孫厨房、この天下を新たなものとせん。孫権、武器めっちゃかっこいいんだよな。天正炎、はい、愛しき風景を胸に描き戦おうぜ。この丸い武器を使ってるんですよ。戦うことでしか守れないものがあるなら。電子もボウガンから近接武器になります。この主義法こそが時代を照らす炎だ。主前最初はすごい使いにくかったけど、実際に使ってみると結構楽しいけど。あ、 A ランクか、マジか。もうちょっと倒せばよかった。はい、でここで武器が一括設定。あ、これはもう普通に、待って、癖でちょっと売却しようとしてる。はい、偵察に出していた兵が戻った。この先で村が襲われているらしい。なんと、一体誰がそのような真似を。トータク、かつて我々の世界で欲望のままに生き、残酷に人々を踏みにじった暴君です。トータクは、だいたい最初は敵側にいる。トータクは民を巻き込むのも気にせず村で略奪を働いている様子、急いで止めなくては。
ならば同行させてもらいたい。暴君が相手とあらば、拙者の部が何かの役に立つこともあろう。ああ、忠勝が来てくれるならば心強い。だが、妙だな。以前にもこうして共に戦ったような気が。まあいわゆるデジャブみたいな感じですよね。なんかこういうことあったよなみたいな。まあ実際あったんですけど、よくまあ日常生活の中でありますよね、デジャブって。どうも初めて会った気がせぬな。奇妙なものよ。不思議よね、デジャブって。先ほどの妙な武器、使えば人知を超えた力を発揮できるようですね、はい、この先の戦いでも役立つかもしれません。そうですね、ナオマさん。他にもいろいろな武器が手に入ったし、確認してきちんと備えておかないと。はい、分解、売却が可能だよ。戦いはどんどん激しくなってきてますね。その分仲間も増えてるのはありがたいですが。いや、仲間が170人以上いるので育成がすごい大変だったのを覚えてるわ。ああ、そうだな。今後に備えるためにも皆の様子に気を配り、それぞれの力を伸ばしていきたいものだ。あ、そのレベル上げがすごいね、楽しいですよね、このゲームね。はい。で、まあこうやってサポートメンバーとか、はい、いろいろ設定できたりとかできます。で、まあ強化、武将強化したりとか、衣装、まあ、衣装はね、ちょっと DLC がこうあって、できるんですけど、最初はまあ初期衣装でいいか。で、武器、分解、売却などなど、神技装備とか、はい、そう、この角ケースとかね、優秀なんですよ、これ、ハルパーなんですよね。こう敵をこう、吸引するみたいな、吸引っていうか、集めるみたいな技。そうで、まあ、ネクタルも、いろいろね、神器も優秀で、はい、まあ、こんな感じですかね。じゃあ今回はここまでに、したいと思います。では、次回までまたお会いしましょう。これはまあタイプ的な感じですね。まあ無双率2は4種類あったけど、3はね、3種類ですね。パワー、テクニック、スピード。まあ、テクニックは、まあ、ワンダーとテクニックが合体したみたいな感じですよね。簡単に言えば。じゃあ、はい、特殊組み合わせが追加されました。はい、ありますね。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた。